門脇信とは、日本の実業家。元第一野生、パン株式会社代表取締役社長。鳥取県米子市出身。鳥取県立米子東高等学校を経て、1974年、名古屋大学農学部卒業、当面入社。1998年当面佐藤食材部長。2003年ブラジル当面社長。2006年、 トヨタ通商ブラジル副社長。2008年グランプラス代表取締役。2010年第一野生パン代表取締役副社長。2014年から第一野生パン代表取締役社長を務め経営強化に当たった。2015年第一野生パン取締役。代表取締役及びその他の役員の移動のお知らせ第一野生。 パン株式会社平成22年2月22日、関東地区65機会、この際、まとめて、忘年会、を、開催米東65機同窓会、第一野生、パン、社長に、門は木信都市日刊工業新聞2013年10月3日5時、インタビューこの人に聞く門は木信と第一野生、パン社長名門企業再生のスタート台に立てた、激流39、 90から94、2014から03、国際商業出版第一野生パン、門脇副社長が、社長就任流通ニュース2013年10月2日、新社長に、前川里志の隆二第一野生、パン朝日新聞デジタル2015年10月31日5時、ありがとうございます。